うも、石田です。さあ、研修医生活95日目、8月24日。この日はどんな一日だったかというと、負荷テストを実施した一日でした。その模様をお伝えしたいと思います。さあ、研修医生活95日目、8月24日です。この日はね、毎週火曜日なので、内科と別の総合診療科というものに行く日ではあるんですけれども、実はそれ行くのは8時半からなんですね。この日はそれよりも前の7時半に病院に行かなければならない日でした。7時半に何をしたかというと、この日は負荷テストという試験がある日だったんですね。負荷テストってのは何かっていうと、薬を患者さんに入れてから血液の数値がどうなっていくかっていうのを見ていくっていうのを負荷テストって言います。この負荷テストを朝からやるということで、研修医と指導医の先生と集まってやるのが7時半だったんですね。ということで、7時半から8時半まで負荷テストをやって、まあ、実際は負荷テストの途中なんですけれども、その後に総合診療に行ったっていう形の一日でした。で、総合診療は、ね、以前の動画でもお伝えしたんですけれども、今コロナが多いということで、残念ながら新しく患者さんは受け入れてないんですね。なので、今まで見ている患者さんを見る、僕らはそちらに付き添う形でカルテを見て学ぶカルテ診という形で総合診療を見学させてもらったっていう一日でした。で、この総合診療が大体3時ぐらいまであるんですね。その3時からは今受け持っている十何人の患者さんの兵士のカルテを見てそのカルテを書くっていう形でした。で、この負荷テストなんですけれども、この日実はねできなかったんですよ。なぜできなかったかっていうと、患者さんから血液を取ることができなかったんですね。どんだけ頑張っても血を引くことができなかったんですよ。そもそも血管にまず入らない針が、まず研修医の先生がやってダメ で、上の先生がやってもダメで、もう患者さんがちょっと変えてもらった方がいいかもしれませんみたいな感じで、こう変えてほしいオーラを出してきたので、ベテランの看護師さんの方に頼んだんですけど、そうするとね針がスッと入ったんですけど、すごいですよね本当に。何回もやってるのでピピッてやってサッと入ったんですよ。うおーすげーと思いながらね、感動はしたんですけれども、ただ引けないんですよ血液が。これなんで引けないかっていうと、実は血液量が少ないっていうことらしいんですよね。水分摂取量が少ないからっていう理由でおそらく引けないんだろうっていうことで中止になったんですね。なので朝7時半からやって8時半の時点でもできてなかったんですよ。だけど僕総合診療行かないといけないから先に失礼しますっていう形で抜けたんですけど、そこからだいたい10時半11時ぐらいまではやられてたみたいなんですけれども、結局できないってことで上の先生にさらに相談して、その先生がもう今日やめときましょうってことでなしになったって形で、翌日以降に持ち越しになったんですけど、今度は血液がちゃんと引けるようにということで点滴をすることになったんですね。まあ、正確に言うと9時ぐらいの段階でも点滴はしてたみたいなんですけど、点滴しても一向に引けないので、もう点滴はするし水分は取ってもらうしっていう、この二重でやって明日また負荷試験をやろうっていう話になったんですね。実は火水木と負荷試験をすることになってたんですけども、1日予定をずらして水木金で負荷テストをする形になりました。針を刺したらね、なんか血液って抜けるイメージですよね。だけどそうじゃなくて抜けないっていうことがあるんだってことはすごく僕の中で衝撃的でしたね。で、抜けない時には注射の元、なんて言うんでしょう、シリンジっていうやつありますよね。血液を溜めるところ、あれが大きいものよりも小さいものの方が引きやすいので、その一番小さいやつにしたんですけど、それでも引けなかったっていうね、あ、引けないってこともあるんだと思いましたね。ということで、この日は負荷テストは中止になり、そして点滴と水分摂取をしっかり行ってくださいということで、翌日に持ち越されたという話になりました。なので、もう僕以外の研修医の先生も上の先生もすごくなんかこう悲しそうでしたね。もう午前中は何をしてたんだろうみたいな、結局いろいろやったけど何もできなかったので、朝早くから来て何も生み出さない時間を過ごしてしまったっていう形でちょっと落ち込んでいましたね。まあ、また明日以降負荷テストうまくいくように頑張っていきたいと思います。なるほど、負荷テスト大変でしたね。お疲れ様ですと思った方はぜひ高評価押していただけたら大変嬉しく思います。また石田の家ではこのように僕の研修医生活の動画をお届けしております。まだチャンネル登録してないよって方はこの機会にぜひチャンネル登録していただけたらと思います。また各種 SNS、 Twitter、Facebook、Instagram も更新しておりますので、よければそちらの方もぜひチェックしてみてください。概要欄の方にリンク貼っておきますので、よければぜひチェックしてみていただけたらと思います。特に Twitter の方頑張ってつぶやこうとしておりますので、よければぜひチェックしてみてください。はい、ということで本日は負荷テストを行った1日という話をさせていただきました。まあ、僕のメインは朝8時半から3時ぐらいまで総合診療科やってたんですけれども、この日は7時半から負荷テストをやって、
結局11時ぐらいまでだったけど何もなかったっていう一日だったって話をさせていただきましたね。上の先生方はすごくへこまれてましたけれども、僕としてはそういう血液が引けないってこともあるんだということが学べてね、まあいいと言ったら語弊が生じますけれども、まあそれはそれで、まあ、学びになった一日だったなと感じております。あなたももし血液検査することがあるのであればしっかりね水分摂取してください。もし水分摂取してないと血管も見つからないし、いざ血管に針が刺さっても血がうまく引けないってので困ったことになるので、しっかり水分摂取していただけたらと思います。僕も今度患者さんには何も水分摂取制限とかない人であれば事前に水分取っておくといいですよってことをお伝えしていこうと思います。それでは本日はここまで、また明日の動画でお会いしましょう。 See you next time。チャンネル登録はこちら。